荒川修作は日本の美術家である愛知県名古屋市出身養老天命飯天地1936年名古屋市に生まれる成果はうどニ屋愛知県立朝日丘高等学校美術家卒業で元ロサンゼルス在住の現代石堀屋国島誠二と同窓だった武蔵野美術学校中退。1957年 読売アンデパンランテンに初出品し、1960年、ネオダダイズムオルガナイザーズの結成に参加。1961年、渡米し、滝口修造の仲介で、マルセル・デューシャンに愛をニューヨークを拠点に活動を続けた。渡米後、マドリン・ギンズと知り合い1962年頃から共同制作を始める。1970年、ベネツヤ・ビエンナールで代表作となる。 意味のメカニズムを発表。1972年、同作のドイツでの巡回展示を見た、物理学者、ベルナー・ハイゼンベルクから称賛され、銀図と共に、マックス・プランク研究所に招待を受ける。また同年、ミュンヘンオリンピックのポスターをデザインした。1982年、コンジュ法相受賞。1986年、フランス文芸・シュバリエ勲章受賞。2003年、 支持報奨受賞など内外で、その活躍が認められている。1997年、グッケンハイム美術館で、日本人としては、初の個展を開催している。初期には缶家に入ったオブジェのような、きっかいな作品を作っていたが、渡米してから我が目に、図形、文字、矢印などを書き込んだ、図形絵画と呼ばれる一連の作品を制作する。 意味のメカニズムにおいては書き込まれた言葉と図像や貼り付けられた既製品の物体などによって干渉者に体と認識における思考や行動を促すに至るまでその図形絵画を発展させ従来の美術作品の位置を逸脱しみる側が作られる場所の制作へ向かう。銀図との共同制作は書籍の著作でも並行され死なないために他 多数が複数の言語で出版されている。1990年代以降は人間の自律的な行動の環境に直接的に影響を与える建物や庭園のようなものを建築する活動が目立った。1994年、奈義町現代美術館に磯崎信とのコラボレーションによる偏在の場、奈の両案寺、建築する身体を制作。1995年、 岐阜県にテーマパーク、養老天命反転地を建設。公園の特殊な構造から入園者に怪我人が相次いだが荒川は案外少ないなと平然としていた。2005年、養老のような空間で日常生活を営めるようにと東京都三鷹市に、三鷹天命反転住宅、インメモリオブ、ヘレン・ケラーを建造、販売。2008年、ニューヨーク、イーストハンプトンに、 バイオスクリーブハウスを完成。様々な建築さらには都市規模の変革プロジェクトを提示した。通常の美術家、芸術家の概念では捉え切ることができなくなった自身の活動領域をコーデノロジストと称した。世界の著名な哲学者や分子生物学者に注目され2005年にはパリ第10大学で、2008年にはペンシルベニア大学で荒川修作。 マドリン・銀ンをめぐる国際カンファレンスが開催。国内のもろもろの講演会等においては、宮崎駿養老武氏、茂木健一郎、利ネ川進むほか、多くの分野の人々との場において、芸術、科学、哲学などにわたる、自身の深淵な知見に基づき際立って、独特な印象を残す言い回しで語りかけた。近年では、テレビ、雑誌、 ウェブなどのメディアへの登場も少なくなく、出身小学校で授業を行う NHK の教育番組、課外授業よこそ、先輩に出演した際は、本人の記憶違いから出身校の名古屋市立、五鶴木小学校ではなく同市立水保小学校で収録が行われたが、壺を批判する声にも非難する方がおかしい。私は自分の名前もよく忘れるといに返さなかった。 2010年5月19日、ニューヨーク市内の病院にて死去。73歳坊つ。また、2014年1月8日、妻のマドリン・ギンズが死去。日本時間の2021年7月6日、Google ドゥードルで彼の作品、三鷹天名飯店住宅のイラストが紹介された。ありがとうございます。